こんにちは。アクシスという会社の代表をやっている多田翼です。今回の話はデータ検証についてです。で、この内容からわかることは、データ検証で成果を出す方法についてです。で、ポイントは目的設定にあるんですけれども、目的を2つに分解して、自分たちの目的と検証結果を提示する相手にとっての目的なんですけれども、今回の結論は提示相手の期待と利用シーンを理解して検証を進めていこうという内容です。でこの内容を見たり聞いていただきたいなと思っている方は、お仕事でデータ検証をされている方、やる機会がある方です。データ検証を効率よく成果を出す方法をご紹介するので、何か少しでもお役に立てればと思っています。また、成果を出す検証の方法を知りたいなと思った方にも、何か参考になれば嬉しいです。はい、で最初にですね、本題に入る前に、今回の結論の前の背景について簡単に共有をさせてください。背景は私のコンサルティングの仕事からなんです。で、データ検証の依頼を時々受けるんですけれども、内容は第三者の立場でデータ検証の設計とか進め方のアドバイスをもらえませんかというものなんです。で、もう少し具体的にご説明すると、例えば実際にあったケースとしては、これは B2B の事業をやっている、お客さん、企業からだったんですけれども、マーケティングデータを扱っていて、マーケティングデータからのデータ分析ツールとか、ダッシュボードをクライアント企業に提供している会社からでした。で、このダッシュボードとか分析ツールのユーザー企業というのはメーカーとかサービス提供の事業者で、他にはメディア媒体の会社とか広告会社も使っていました。で、検証内容は何だったかというと、提供データの仕様が変わるそうなんですね。で、その仕様変更の前後で問題がないことを実際のデータを使って、検証してその結果を提示するということでした。で、このようなデータ検証へのコンサルティングの仕事で共通してまず伝えることがあるんです。で、それは一言で言うと、木を見て森を見ずにならないようにしましょうなんですね。というのも、データ検証の詳細のプラン作成とか実際の検証作業に入っていくと、人は得てして目の前の細かいところに目が向きがちなんです。で、この状況というのは、よく言えば目の前に集中できているんですけれども、一方で視野が狭くなっている状態とも言えます。だからこそ、木ばかりではなくて、しっかりと森を見ようということをお伝えするんです。はい。で、ここで言っているでは、森とは何かなんですけれども、一言で言うと、そもそものデータ検証の目的が森にあたります。で、目的はさらに2つに分解できます。自分たち、これは検証する側を指していますが、自分たちの目的設定、そしてもう一つが検証結果を見せる相手、ここで今回の例で言うと、お客さんにユーザー企業になるんですけれども、検証結果を見せる相手、その相手にとっての目的なんです。で、見落としがちなのは、特に後者の相手視点での目的なんです。相手の立場に立っての目的設定ができるかなんですね。で、ここに今回お伝えしたいポイントがあって、データ検証で成果を出すための肝になる大事な部分です。で、これができているかできていないかですごく影響があって、例えば具体的には、相手の目的が曖昧なままだと、際限なく検証が続いて、あれもこれもといつまで経っても終わらない状態を防ぐことができます。はい。では具体的に検証を提示する相手にとっての目的をどうやって設定するか、どのように見極めていくかについての方法をここから見ていきましょう。はい。で、もう一度改めてなんですけれども、ここで言っている相手とは検証結果を提示する相手で、今回の例で言うと、ユーザー企業とかその担当者です。実際の利用者ですね。で、このまま同じ例を続けると、分析ツールを提供するユーザー企業とか利用者なんですけれども、その相手の目的を理解するために、次のように分解して見ていくと、目的設定をすることが解像度高くすることができます。具体的には、まず相手がその検証に何を期待しているかです。そしてここが大事なんですけれども、検証結果をその相手が誰に対してどう使うか、誰が誰に対してどう使うかという検証結果の具体的な相手の立場に立っての利用シーンを描くことです。これが大事なポイントです。で、さらにその先もあって利用シーン。例えばその使うことによって何の意思決定をするかなんですね。で、意思決定から想定されるアクション、これはネクストステップになるんですけれども、検証は何かしらの判断材料に使うわけで、その判断材料は何の意思決定なのか、その意思決定をすることによって、想定される一つには限らないと思いますが、どんなアクションにつながっていくのか、それらをいつまでに必要か、こういったことから相手の目的というのをいろいろな角度から
複数の視点から見ていくといいです。まあ、このように広く相手の目的を把握していくわけです。で、ここで広くといった意味はあって、検証結果の具体的な利用シーンですね。ここまでを誰が誰に対してどのタイミングでいつどうやって使うのかといったような、この5W1H から見ていくといいと思うんですけれども、解像度高く相手の利用シーンを描いていくといいんです。で、このように相手からの期待とか具体的な検証結果の相手の立場に立っての使い方が分かれば、こちら側での検証プランとか検証設計あるいはスケジュールも立てやすくなります。で、逆に言えば相手の目的が見えていないと検証の範囲が広がり続けて作業量が膨大になってしまうんです。で、こうなってくると検証自体が目的になるような手段の目的化が起こってしまうので、これは適切なデータ検証ではないんです。で、もう一度繰り返しになって重要なので、再度なんですけれども、データ検証で成果を出すためには大事なのが目的設定なんです。まあ、これだけ言うと当たり前のように聞こえるかもしれませんが、人は得てして手段にばかり目が向きがちなので、目的に立ち返るっていうのは重要で、特に今回紹介したような検証する側の自分たちの目的だけではなくて、提示する相手ですね、検証結果を見る相手、あるいは検証結果を使う相手にとっての目的、特に利用シーンなんですけれども、期待とか利用シーンを理解して、その後でデータ検証に実際に取り掛かるといいです。はい、そろそろクロージングです。今回はデータ検証についてでした。最後に簡単に内容をまとめておきます。データ検証で成果を出すためには目的を明確にすることが大事で、ここで言っている目的は2つに分解できるという話でした。まあ、1つが自分たちですね、検証する側にとっての目的です。で、もう1つ、これが今回のポイントになってくるんですが、検証結果を見せる相手、検証結果を使う相手にとっての目的です。で、相手の目的を理解する方法、着眼点をいくつかご紹介したいんですが、具体的には検証に何を期待しているか、で、その後、これが大事なんですけれども、検証結果の具体的な利用シーンです。まあ、誰が誰に対していつどこでどのように使うのか、そして使うことによって何の意思決定をして、意思決定から想定されるアクション、まあ、ネクストステップです。まあ、これらをいつまでに必要かという観点も交えて、相手の目的、何を期待してどういう利用シーンなのかというのを解像度高く理解して、その後にデータ検証に入っていきましょう。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で見分けるビジネスセンスです。これからも更新は続けていくので、よかったら次回もぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。